皆さんこんにちは、木戸翼です。ということで、木戸翼とおしゃべりしませんかのお時間がやってまいりましたということで、ここはどこかと言いますとですね、なんとあのかの有名な新宿駅前です。お世話になってます、ね、はい。ということで今日はどんなことをお話ししてまいりましょうか。前回お腹が痛いっていうことで、はい、あ、お腹が痛いに対して あのアンサーがどうしたらいいのか、どうしたら治るのかというアンサーをいただきまして、ありがとうございます。本当にコメントしてくれるんだね、みんな優しいですね、ありがとうございます。腹痛は薬に頼るくらいしか思いつかなくて申し訳ないですとかね、深呼吸をしろとか人差し指と親指の間のツボを押すとか聞いたことあるね。痛くないと念じる。私は圧倒的に薬に頼ります。お腹が痛くなったらすぐに薬を飲みます。いやいやいや、みんな薬にしか頼ってない俺が聞きたかったのはそういうことじゃない。持論とかあるじゃないですか。なんかこう自分がこうどうやったら治るのかとかね、なんか、まあ、気持ちもそれはもちろんありますよ。気持ちももちろんありつつも、なんか私的にはこういうのしたらいいと思いますとか、みんな薬薬が最強ということですね。はい、ありがとうございました。わざわざコメントしていただいてありがとうございます。本当にいつでもコメント待ってます、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、プライベートの話はね、なんかしたいなと思ったんですけど、はい、最近お家に Wi-Fi の工事が来ました。以上です。残念でしたここ最近のニュースは、ここ最近のニュースも本当にそれだけですね。 あと、6月7日しか出てるのは発表されてると思いますんで、はい、言わせていただきます。ドクターストーンザステージ先駆役で出演します。イエイあったな、ニュースどでけえニュースがありましたよ。お待たせいたしました皆さん。7月ね、まあもうほんとキンキンになるんで、まあなかなかね、ご予定とかもあるかもしれないんですけども、皆さんもしよろしければね、見に来ていただけると幸いです。なんか大人も子供も楽しめる、科学ファンタジー演劇っていう、なんかすごいね、新しいジャンルにチャレンジしようとしてたりとか、しているので、はい、絶賛稽古中ですので、よろしくお願いします。頑張ります。はい、ということで本日はですね、本日もですね、はい、質問いただきましたので、こちら答えていきたいと思います。キズくんの好きな服装のジャンルを知りたいですということなんですけど、気になりますか？本当はどう？興味ない？本当はどうですか？まあ、でも気になるから質問してくれたんですよね。僕実は、まあ、洋服を好きになったのが高校3年生とか大学1年生ぐらい年なんですよ。18とかかくらいからしか洋服についてでは全然分かんなくてですね、まあ、何を隠そう、地元広島、はい、山の中で育ちましたもので、服屋さんもないんですね。なんで貧乏やったんでお金もないと。じゃ何を着るかね、島村ですよ、はい、そして親が買ってきたユニクロですよ、はい、僕はもう本当こだわりも何もなかったんで、東京来た時びっくりしましたよ。本当に精一杯のおしゃれをしてね、オーディションとかもあったんですけど、そのね、僕が所属していたグループのオーディションとかもその精一杯頑張っておしゃれしていったけど、圧倒されましたよね他のメンバー。まあそれこそその時はね、落ちちゃったけど、その後にね、一緒にメンバーになった安井一馬とか大隅優太とかね、いましたけど、俺優太覚えてない、優太が赤いチェックシャツを着てたんですよ、金髪で。こんな人いるんだこんな人日本にいるんだって思ってびっくりしましたね。僕のところはもう本当にそんな人いなかったですからね。おしゃれも分かんなかったし、まあ、おしゃれな人いましたけど、もう見てるだけで僕にはできないなと思ってましたけどね。やっぱりこうね、そのオーディションに合格させていただいてから、まあ、芸能界というね、世界にね、足を一歩踏み入れた傷少年なんですけども、まあ何もね、知らなかったんです。本当にもう東京のっていうか、もう芸能のことも何も知らないし、東京も知らないし、もう何も知らない無知の状態でこっちに来たんで、もうとにかくなんかこう周りがキラキラして見えたというか、でも自分にはなれないなと思ってた時にですね、まあ、周りみんなおしゃれなわけですよ。他のメンバーみんなおしゃれなんですよ。そんな時にね、マネージャー、まあ、今のマネージャーじゃないね、前のマネージャーからね、言われたんですよ。もうちょっと自分磨いた方がいいんじゃない
女性から言われるこれは一番切なかったですよ。はい。本当に。はい。なんでも頑張っておしゃれしようと思ったけど分かんないから、それこそメンバーに洋服もらったりとかもしたし、その教えてもらおうと思ってその服買ってるところとか聞いて調べてみて、まあなんか高いけど一着買ってみようかなとかっていうのを頑張ってた思い出がありますね。と言ってね、あの視聴者のね、皆さんが聞きたかった質問はどんな服装が好きか、どんなジャンルの服が好きかなんですけど、オールジャンルです。7、8年経った今もこだわりはありません。なんか、あ、でも割とどっちかっていうとそのパツッと綺麗め、なんかスーツとかセットアップシャキッみたいなのよりもちょっとストリートっぽい、ストリートカジュアルみたいなファッションも好きなのかな。それこそ、あ、でも逆にその参考にしてるではないけど、やっぱ韓国の人とかおしゃれやなと思うんで見たりして真似したりするし、逆にね、なんかこう YouTube とか見てて、あ、この人おしゃれだなとか思ったらその人のね、あの真似してみたりとかしますね。まあ、これからのね、季節も夏が近づいてくるわけでして、まあシンプルね、あのシャツとか短パンとかであのおしゃれを見せなきゃいけないんで、ここね、僕ね一番ね、もう無理です。はい、諦めてます。はい、夏におしゃれするのは無理です。うん、あの冬の方がね、おしゃれできると思うんで、逆に教えてください。夏のおしゃれをどんな服着てほしいかとかあったら教えてください。やめてください、短パンタンクトップとか絶対着ないです、ね。はい、いや、なんかね、こういうお話をあのいろいろできたら楽しいですよね、やっぱりね。普段喋んないからここでいっぱい喋っちゃうね。はい、いつも通りでやらせていただいております。もうそろそろお時間ですか。あ、もうお時間ですか。もういいんですか。ちょっとなんか、え、もうそんな経ちました。まあ全然大丈夫。本当ですか。今何分ぐらいですか。5分ぐらい。もっと経ってると思います。もっと経ってます。何文字ぐらい喋ったんやろ。ということで、はい、ね、あの今回はあの11ですか、ボリューム、はい、ボリューム11ですか。もう11ですか。もうあとちょっと、まあ、次12回撮りますけどね。はい、あのもう11ですか。はい、皆さんたくさん見ていただいてありがとうございます。そしてあのハッシュタグね、キズツバサとおしゃべり、あのツイートしてもらってますか。どうですか。ツイートしてくださいね、皆さんね、見てますからね、ちゃんと。はい、はい、ということでね、まあ、11回はあのこれであの終わらせていただくんですけども、はい、12回もここで撮ります。今から続きで、はい、撮らせていただきますのでね、あの12回の方もね、よろしくお願いします。そしてね、舞台のね、決まってね、あの言わせてましたけど、はい、あのさっき先ほどお話も出ていた大隅優太、一緒にね、あの舞台出させていただきます、ドクターストーン。はい、旧友とね、一緒にね、お芝居するの初めてなんですけど、まあ、安井一馬とはあったんですけどね、はい、また新しくね、お互いのことを知れるんじゃないかな。そしてカンパニーの皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。それではまた再来週。バイバイ。